また参上しました。2度目参上。そう、さっきの休憩ではもうできないかもって思ったからやったけど、できたからつけました。今一生懸命指輪をはめているんだ。なんかさ、指輪がさ取れるの。さっきから一部の話し会、違う、二部の話し会してる時もめっちゃ指輪が何回も取れて大変だった。いっぱいつけた。ただいま。ただいま。今日はシルバーの日となりました。あ、ピアス、あ、ピアスどこやった。あ、ピアスあっちだ。ピアスつけたい。ピアスを持ってきた。今日はシルバーの女です。そう、さっきさ付け替えちゃったからさ取っちゃった。あ、今日はちょっとこっち系の女、こっち系の女です。なんだってシルバーとさゴールドどっちが似合う人なんだろうね。どっちなんだろうね。でもピンクゴールドも好きなんですけど、どっちなんだろう似合うの。どっちも似合わないのかな。どっちだと思いますか。どっち派。私どっちをつけてる。でも今日の格好だとシルバーかなと思ってシルバーにしました。ピンクゴールド好きなんですよ私も。めちゃくちゃ今ふんずり返ってねショールームしてんの。画角に収まるためになんかであげたい。このティッシュとかを使って台にすればいいんちゃう。ギリギリ乗らない。頑張って。あ、いいんちゃう。いいんちゃう。ああ、ダメか。あ、いいじゃん。下からアングルは変わんないわ。さっきより高くなった。これね多分小指だよね。でもさ小指以外だって入んないんだもん。いやワンちゃん何指だっけこれ。人差し指、違う違う、お姉さん指、お姉さん指なら入りそうだけど絶対にこれ薬指だよね。ピンキーリングっていうやつですよね。ご飯はさっき食べました。さっきひとみと花とショールームしながら食べたよ。親指、人差し指、中指、ここ何？お姉さん指って何？お姉さん指って何？ここは薬指でしょ？あれ？ここは何？小指じゃん。これが薬指か。待って間違えちゃった。ど忘れど忘れ。薬指じゃんここ。薬指、小指じゃん。小指、小指、分かんない分かんない。落ち着いてます、落ち着いてます。間違えました。分かってる分かってる。本当にさすがに分かってる。出てこなかっただけ。お姉さん指って言いますよね。間違いじゃない。お父さん指、お母さん指、お兄さん指、お姉さん指、小指。あれ何この指。子供、妹、赤ちゃん指だ。ベイビー。
わかりません。わかりません。今日は私は OL OL 風 OL 風です。え、今日のさ、キアラみんな見た？人いる？すごかったよ。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。今私は言えないけど、でも楽しみにしてる人もいるだろうから私からは言わないけど、めっちゃ良かった。でもギリギリまでここにいたので、お姉ちゃんさんがずっと付き添って、あら、行くよ行くよ、準備してました。キアラらしいですね。私がさっきこれにスタバ持ってパソコン持って歩いてたの。こうやってこうやってね、こうやって歩いてたので、見て、ブーツ履いてるんですよ、ブーツ履いてるんですよ。で、見て見て、今日は OL みたいな言ったら、マネージャーさんに、そんなブーツ履いてる OL いないからみたいないないからって言われて、そう、絶対そんな OL 嫌だって言われました。 OL 舐めんなよって言われましたOL は舐めちゃいけませんでしたこんな OL は嫌だ、会社にブーツ履いてくるっていうね、はい、笑われました。お腹出してる OL はいない、間違いない間違いない。 OL 舐めてません、舐めてません、尊敬してます。ちょっと間違えちゃっただけ。アパレル、確かにアパレル、アパレル、ミンクしてできないんですよ私。いくよ、せーの、せーの、せーで。投げキスして、じゃあ先に投げキスして。反対の目できないんですよ。マジでブサイク。アイドルとして致命的かもしれない。絶対スクショしないで。したよって。燃えた。下は、ミルクコーヒーでも、もう次は水にしました。ちゃんとスタバ飲んだのでね、もうしませんもうしません。今スタバです、いいな、持ってきてください。髪伸びたよ。可愛いサイズのイロハスでしょ。あんこちゃんお疲れ様です。スタバいつもネットオーダー、うーん、半々ぐらいかな。ペットボトルのとストローのサイズ絶対に合ってません。ヒューヒュー、リサちゃんは今お話し会中です。あの、今休憩時間、三部はやってない人なので。バニラフラペチーノ、まだそれはフラペチーノはちょっとまだ、まだ子供かなって思いますね。広島と阪神中止ね、最近広島雨って感じだね。そう、スタバの新作いちご、ちょっとそれは気になる、やっぱ子供かスタバはどうやって飲めますか、飲みに行くスタバをね、雨ね、やばいね、外出たくないよね、やだよね、東京も雨、みんな雨。まあでも雨も大事だよね。可愛い子と夢の国に行きました。そうです
なんかさっき瞳とかがさ、なぜかさ、なんか感動したとか言ってて、なんでってなってさ面白かった。感動するのと思って、どういうことって。感動した、みんな、なんで感動すんの。懐かしい気持ちになったってことかな。嬉しいですね、でもそう言ってくれて。でもすごいファンの皆さんがナギとのツーショットを喜んでくれてたり、なんだろう、わーって言ってくれてるの、あんな感じで言ってくれると思ってなかった。普通にただ単にさ、行ってきたイエーイって気持ちで乗せたからさ、すごい皆さんがなんかすごい、あのイコラブとナギさんとの関係性をまたこうやって一緒にね思ってくれてることがすごい分かって、なんか嬉しかったし、そう、なんかイコラブのファンの皆さんとナギのファンの皆さんはね、なんかもうずっと渚とイコラブもずっとずっとなんかつながってるなっていうのを改めて、すごい昨日ね、すごい引用リツイートとかでもすっごい感じて、皆さんからのコメントで嬉しかったし、なんかまあでもそりゃそうだよって思ったけどね。そう、結構合ってるんですよ。でもディズニーだけじゃなくて、凪のお家にもう何回もそう普通に行ったりとか、うん、なんかまあ普通に会ってたんですけど、写真は確かに最近は載せてなかったから、そうでしたね。そうで、いっぱいナギが写真撮ってくれて、お互いいっぱいね取り合いっこしたんですけど、だからせっかくだからと思って、昨日限定でバーンっていっぱいインスタとかに載せたので、よかったら見てください。ナギが撮ったんだなって思って見てください。ナギとさ、こんなにね年下なの。ナギって6個ぐらい年下なんですけど、すごいね、なんだろうね、妹でもあるんだけど、めっちゃ友達みたいな感じでもある。うわ、亀子さんと一緒にディズニー最高やな。そう、年の差は、まあ、感じるけど感じないっていう、わかる。なんか本当にやっぱ妹で可愛いし、まあ本当に心配になることとかはいっぱいあるんですけど、そう、でもなんか大人なところはすごい大人だし、私が落ち込んでたも出たら、なぎにすごい話聞いてもらったりとか、すごいね、なぎさが私を元気づけてくれるんですよ、お互い。そう、私たちはもうお互い肯定して生きていく。でもいや、こっちはこっちの方がいいよとかも、まあ結構お互い言うんですけど、でもすごい肯定してお互い生きてて。そう、なんか年下だけど仲間みたいな、友達みたいな関係でもあるかなって思います。なんかなんだろう、本当にさ、今なね、なんかもう女優のね、タレントとしての、女優としての斉藤凪沙になっている姿を見て、本当になんか最初はイコラブからいなくなって、私たちのそばからいなくなっちゃって、なんかもう勝手な余計なお世話だけど、みんな心配してたの、スタッフさんもメンバーも、なぎさ大丈夫って。私たちがいなくて大丈夫って正直思ってたんですけど、最初はね。でも今はすごく一人で自立して、ファンの皆さんも思ってたよね、そう、すごく自立して、もう今一人のなんだろう、タレント女優として活躍してる姿を見て、今は何の心配もないし、こう渚がやりたいことを今楽しんでできてる姿を見れて、すごいホッとしてるし、嬉しいし、かっこいいなって思うし、なんかね、尊敬するし、大尊敬するし、あと毎回 SNS でこう見る渚もだし、直接会う渚もだし、なんか全部本当になんか可愛すぎて、美女が良すぎて、いつまでこの子は美女を更新していけば気が済むんだろうって思うくらい、なんか本当にどんどん磨きがかかって、美意識が高くなって、そう、アイドルの渚も好きだし、どっちの渚も好きだなって思うよねって思ってます。そう、なんかファンクラブ、渚のファンクラブでなんかアナの話とかをしてくれてたみたい。でもアナさ、見えてないからさ、何を話してくれてたのか分かんなくて、でもファンクラブの話だからさ、なんか安易に聞いちゃいけないかなって思ってさ。そう、安易に聞けないんだよね。だからこことかでもさ、どこまでならさ
聞いていいんでしょうかって思ってささっきお話し会で言われたんですよ。そうでもね、なんとなく分かったの。なんかディズニーで話したのが、あ、この話をなぎは言ってるんかなとかって思って、ちょっと分かんないんですけど、何の話だったか誰か今度私にこっそり教えてくれませんか。なんかアンズ、あーやっぱそれか、あ、それの話をしてくれたあれね、あ、だからか、いや、そういうことか、そういうことね面白はずいんだけど恥ずかしいどんな感じで言ってたん、恥ずかしい、察したわ。いや、なんかそれ言いなよって言われたの。あの、これ本当にファンクラブ入ってる、渚のファンクラブ入ってる方にしか伝わんない話なんだけど、それ言いなよとか言われて、いや言わないよ自分からみたいな言ったんですよ意味わかんないじゃん、自分から何のタイミングで言うのみたいな、そんな恥ずいから言わないよみたいな。違う、渚のなんかファンの方もアンナの話し会に来てくれるよみたいな話から、誰が来たっけって思い出すために、まあ自分の携帯を見たんですよ。そしたらなんちゃらさんとなんちゃらさんとみたいな、なぎさのファンの方も来てくれて、話し会でなぎの話したんだみたいないう話をしてる時にその話になって、で、え、何それってなって、あ、こうやってやってるんだって携帯でっていう話をして、そしたらなぎさが、でもそれいいなファンの方にみたいな、そしたら言われて、言わないよって言ってたら、じゃあもう私が言うからとかって言って渚が言ってたから、多分それなんだろうなと思ってバラされた公開されましたはずい、恥ずかしい渚の優しさですね。アンズーに届きますようにって言ってるもん、優しいかよ、優しいかよ渚、アンズー届いたちゃんと安全に届きましたってでも教えないからね、みんなには教えないからね、秘密だよっていう、あの、なぎさの優しいエピソードです。なぎの優しいエピソードですね。これからもお互い見守って生きていきます。話し会緊張しちゃうよね、みんな緊張してるけど、もう緊張しなくていいのにって思ってる。届いてアンズ届いてなったんじゃん。確かに今は届いてアンズなんだよねきっと面白い、そう、察してください。あのファンクラブでの話なんで私からあんま言えないんです。新規なんだけど何から手出せばいい、何、無料コンテンツ無料コンテンツとかだったらもちろん、あの、ドキュメンタリーとかかな、ドキュメンタリーとか YouTube で全部公開されてるから、そういうのだったり、楽曲も全部 MV があるからそういうの見てもらったりとか、まあ、まず無料コンテンツで、もちろん有料コンテンツとだったらお話し会じゃないですかね。話し会待ってます次のね14枚目シングルの話し会も決まったので、そうかな、サイン会もね、うん、どっちもね、この後話すの緊張してきた、大丈夫だよ。今アンナの配信がレア、でも話し会があると結構してるんだよね、空き時間があるから。でも14枚目空き時間じゃなくなるからどうだろうね、学ブルだけど、学ブルも可愛いから大丈夫。話し会緊張しちゃうの、あ、そうよ、これ無料ですこれ無料コンテンツこれ無料コンテンツ、
ショールーム、そうだよね、確かに。あのさ、ショールームさ、やめちゃったからさ、毎日アイドルを、なんか新しくワンのことをさ、知ってくれる方がさ、ちょっと多分減っちゃったからさ、ピンチピンチなんか始めようか、 YouTube 始めたんでYouTube 始めたから、今日もね、さっき編集してた今日は大体できたから、映ってるメンバーにあの載せてもいいですかチェックに今日後で回る予定。マイカちゃんは元気ですよ。マイカちゃんにと本当は今日の今日あとさっきの時間で動画撮る予定だったんですけど、なんか私が他の仕事を今さっきしてて、でそれが終わったら行くねって言ってたけど、アンナはそれが終わんなくてギリギリになっちゃって、そしたらマイカも寝てたから大丈夫って言ってて、だから寝てたってえ、全然ハイペースじゃないよ、 YouTube 全くハイペースじゃないです。しかもなんかいつ上がるかもファンの皆さんがわからないと思うんですけど、私たちもわからないから。わかんない、アンナはピアスは2個です。マイカちゃん、トゥワイス、ちゃんと覚えてないって言ってた。え、覚えてたよ、でも。え、でも、あのね、ミサモは覚えたと思う。ミサモは覚えた。でも、なんか何人かは、ってなってる。マイカ推し誰だっけな？マイカの推しは、ジヒョちゃんだったかな、だった気がする。ミチェンは、え、まあ、ミチェン、はあ、ミチェンやばいよね、ミチェン最近のミチェンまたやばいですよね、今プールもプールでしょ、しかもなんか昨日くらいのライブとかでもなんかちょっとイチャイチャしてて、え、もっとしてもっとしてよって感じで、本当に友達が昨日トゥワイスのイベント行ってきた、そうじゃん、私も行きたい、急に早口久しぶりにオタクアンちゃん、オタクモード、アンナ、今もとアンナオタクモードにスイッチが切り替わりました、プチ。え、そうなんよ、次のさ大阪スペインイベント時にトゥワイスさんも大阪にいるんですよ。この前メンバーにそれ話して、うちらと同じ空気だよって言って喜んでた、スタミナ笑ってたやばいですよね、絶対にもう空気が美味しいから、なんかもういっぱい大阪でなんか酸素取り込もうって思って、みんなも取り込んどき、ってでけん、だって息止めて帰ってこんでけん閉じ込めないといけないからさ、ふーって出したら意味ないからヤバ発言してる。え、それな、長い宇宙の歴史の中で同じ時代に生まれて、え、幸せだよね。でもうちらもさ運命じゃん、だからやったね。あ、ビニール袋で空気回収、いいね、大阪の空気回収していこうかな。限界オタクすぎるやめて、そんなこと言うの、やめてください、やめてください。あ、さっきさ、あのなんだっけ、教えて花、教えてじゃない、おかえり花だよりの当選してくださった方のやつもやってたんですよ。それでなんかコメントをね書こうとしてて、そしたらなんて書こうかなって考えてて、なんかもうトゥワイスさん多すぎて、なんかトゥワイスなんかね、コメントにね、なんかトゥワイスさん、トゥワイスさんなんちゃらかんちゃらって書こうかなとかってさっき言ってたやばすぎ書いてないけど
やばすぎ意味わかんなすぎ。意味わかんないですよねっていうぐらいなんか頭がおかしくなってます私。ハハハハハハングルで書く。確かにもうやばいよね。それぐらいなんか、うん、限界になりました。兼任してた、うん、してたやばい女。シャツコーデ。今日はファンの皆さんとお揃いなんですよ。つい推し可愛いよね本当にね。もうね可愛いよね。大好き。嬉しいんですよ。イコラブのファンの方でも結構ね TWICE さんのも好きって方が多くて、最近あの話し会で話してくれたりとか増えて、対面でもあもう大歓迎なんですけど、もうなんならもう剣いらないんで話してほしい。本当に誰でもいいからマジで話してほしいのし、マジ剣いらないから私と話して語ろうって感じです。本当にマジで私の逆に何この話にオタクアンナに付き合ってもらってるから、本当逆に剣とかをなんか渡すのも渡してもらうの申し訳ないからいいです本当にっていうレベル。逆にもう私がみんなの剣を買わせてってぐらいな気持ち。ルセラフィムさんももちろん好きですよ。わかる。野球もそう、野球もそう、そうなんですよ。最近この2つがめっちゃ多いかも。全然無剣でいいよ。むしろこっちが剣出すわ。やばいよねだからもうちょっと限界オタクになりました。ショールームでもさ言い過ぎだよね。分かってんだよ。分かってるけど、まあここはまあ無料コンテンツということで許してください有料コンテンツじゃないから無料コンテンツということで、私の好きな話をしても許してもらえるっていう最強コンテンツでもこうやってあみんな同士オタク同士っていうなんか親近感を持っていただけたらなって思います。一般人の野口です。もらえた言ったの、お話し会で言ってくれた。そしたら言ってくれた、一般人の野口ですって言ってくれたの。それいいな、私も言ってもらいたい。なんで知ってるのってなってました。やばいじゃん、バラす、バラ、秘密だよ。もうさっきのショールームのことはもうみんな全部秘密。あの瞳と花とやった3人のなんかもうカオスだったから、カオスだったから、あの本当にちょっと隠蔽します。今から私の圧で絶対に皆さん秘密ですよダメですよ、隠蔽中、圧をかけるって隠蔽します。ちょっとなんかもうなんかゴリラの話とか、なんかちょっとやばい話しかしてない。もう上がってますよ。誰ですか？あのいけないんですよ、そういうことしたら。あかんのですよいけんのですよあかんから、これよ、これいけんのよ、これよ一般人のゴリラです。それはもう動物なんよ、一般人じゃなくて
え、そうなの、メンバーとショールームしたら荒れるの、荒れるの、絶対に。一般のゴリラもう訳わからんくなってるわ。メンバーとやったらテンション上がっちゃって、なんか変なこと言っちゃうし、なんか楽屋モードになっちゃうから、本当にダメ。あれあれあれモード、大荒れ、大荒れモード。ニコちゃんズ広めてあげて。いいよ、じゃあニコちゃんズ、ニコちゃんズ知ってますか皆さん。なんか私もさっき知ったんですけど、花と瞳のコンビ名らしいですよ。ひらがなでニコちゃんズらしいです。ちなみに瞳も最近知ったらしいです。花が勝手になんかお話し会でファンの方に、なんかその2人推しのファンの方がいたらしくて、でなんか名前ないのって言われたから、その場で作ったんだって。確かに花のコンビ名不思議なの確かに多いね。アンナはなんだろうね、味噌ラーメンと醤油ラーメン、味噌ラーメン。アンコロとハナちゃんのコンビ名はですね、ジャロマルです。ジャロマルです、ひらがなです。ハナってさ、原型ないの多くない？全然名前入ってなくてウケるんだけど。聞いたことあったけど、アンコロとハナちゃんのやつだとは思わなかった。ウケる。ハナリサ、ハナリサは入ってんだ。ピピピピピピピ、確かに。なんリサってアンリサとか全部なんちゃらリサが多いね。確かに確かに。指輪いっぱい。これでこうやってパンチしたら痛いぞ。痛いぞ。ダメだよみんな。変なコメントしたらこれパンチすっかんな。あんまよしです、ありがとう。見て、新しいハート可愛くない？どうですか？手が疲れる。でもこれ、これワンチュハートってさ、いっぱいあるよね。え、ディズニーめっちゃ乗ったよ。めっちゃ乗った、結構満足いくぐらい乗った気がします。でもね、結構前に行ったからね。そう、でも1ヶ月近いんじゃないかな、もう行ってから。うん、チューロスはね、食べたね、食べた食べた。ディズニーはアトラクション食べ物、うん、派かな。
何でも乗れますね。渚もさ何でも乗れるからさ、渚との遊園地めっちゃ楽しいの。何でものお互い乗れるし、そう C ですね。ソアリン乗りました。二人だとさすがにずっと一緒に行動、そりゃそうじゃあ私アトラクション、じゃあ私ご飯とかなんないくない、二人で行ったら最近めっちゃディズニーよく行ってて、そうメンバーと行って友達と行って、その後に渚とこの前のやつなんで、最近よく行ってました。別になんか、まあ、絶叫乗れるし好きだけど別に乗らない時もある。その友達と行った時は子供がいたから、友達のね、だから全然絶叫とかは乗ってないです。仕事抜け出してきたって、抜け出すな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 。でもあれなんだっけ、ディズニーランドホテルとか、あ、なんだっけ、なんかそういう系のホテルに泊まりたい。全然さ、なんか昔は広島におる時はもうディズニーに行くなんてもうさすっげー旅行みたいな、超なんかもう気合いの入れた旅行って感じだったけど、今はさディズニーにさ、まあ言うてさ行ける範囲じゃないですか。だからさ、なんかまあどっちもの良さだよね。そのはぁディズニーだっていうのは少しあれだけど、でもこう気軽にもうちょっと行けるようになって、よく行けるようになってっていう、なんかどっちもいいよねっていう感じです。なんか何回行ったかさ自分で数えられなくなったってことはさ、すごいね、いいね。全メンバーと行きたい私は。そう広島ね、遊園地をねちょっとね作ってほしい。そう遊園地作ったらいいと思うんだよね。結構なんかデカめの作ってほしい。USJ は前メンバーと行って、ひとみと2回2人で行って、でも友達とかも卒業旅行とかも行って、家族とかで2回ぐらい行って、6、7回ぐらいかな。ディズニーのが多いですね宮島アトラクションあったっけ、ロープウェイみたいな宮島は宮島でいいところやから、宮島はそのまま残してね。広島はさ、なんだろうね、子供がめっちゃ遊べるっていうところがもっといっぱいあったらもっと楽しそうじゃない。なんかそういう、まあ、でもなかなかないよね遊園地って、どの県にもあるわけじゃないから。あるんだけど広島にも。え、富士急で遊びたい、え、富士急で遊びたい、富士急の乗り物乗りたい、乗りたい、富士急とか読売ランドとか行きたい。そう弥勒の里、そういいよね弥勒もね。ユニバでイベントしたい、富士急行きたい。でもさ今回2日間あるけど遊ぶ暇とか絶対ないよ、絶対なさそう。だってわかんない、2日になったら遊べる余裕あんのかな、気持ち的に。ないよ。でもマジでもうイコノイジョイなんてもう頭がいっぱいいっぱいすぎて、もうそんな余裕はないです。本当にそんな余裕ないけど、多分ジェットコースター乗ったら立ち位置全部忘れる、最
叫びとともに口から全部なんかもう記憶が出ていくで2日目何も覚えてないみたいになりそう本当に。でも乗りたい。乗りたい。本当にね、あのね、イコのエンジョイフェスはね、マジでね、気合が必要なんですよ。本当になんか覚悟が必要だからもうリハ始まったらなんかもう覚悟するよね。みんなでみんなで覚悟してよしやるぞって。でもなんかやったらめっちゃ楽しいのよフェスで。そう、もちろん覚えることはたくさんあるけど、達成感だったりなんだろう、楽しいし、大きいあんな会場できるのってすごい幸せだし、なんかね楽しい。ライブ中はでもリハーサルはもう必死。でもなんかそれは懐かしい、夏が来たっていう気持ちになるからいいと思います。そう、頑張ります。今年も頑張ります。私たちもまだ何も知らないけど頑張る。楽しむ楽しむ。でもなんかイコラブの前で喋るのとイコノイジョイの前で喋るのでめっちゃ緊張が全然違うんですよ。イコラブの前だと別に緊張しないけど、全員の前とかだと人数が多いから大きい声で喋んなきゃいけないっていうのもすごい苦手だし、まだでもうちはね、なんだ、拡声器を使うまでは言ってないんですけど、そう、いつもアンナは地声で言ってるんですけど、エンジンとかも。でも緊張する。なんかエンジンで緊張するとかなかなかないじゃないですかでもなんかちょっと緊張します。とか代表してやっぱ喋るとかがあるから、そういうのはなんかイコラブで喋る時よりすごいなんか緊張する。責任感が、責任が、いや、イコラブで喋る時も責任は持たないといけないんですけど、よりやっぱ緊張します。そう、エンジンの掛け声はマジで間違えるから、絶対に間違えない、絶対に間違えません。なんていうの、まだわからないこの以上いくぞー、おーかな。いつもエンジンは超シンプル。何時まででしたっけ、お話し会。半まで？もう終わる？じゃあ、もうそろそろ終わろうかな。受付が半までか。で、4時か。ささあきの部屋に今から行くので終わります。ささあきにこの編集のこれどう思うって聞きに行くので終わります。ささあきの部屋に行かないといけないのでそろそろ終わります。ささあき、次は4部で待ってます。4部に会いましょう。待ってます。さっきはストレートアンナだったけど次は巻きました。バイバーイ、さよなら。